はい、皆さんこんばんは。それでは本日もメッキ橋やっていきましょう。キャンプメンバー最後の一人ですね、テイ・リンオンでございます。美術科1年生、キャンプの美術担当、1997年11月5日生まれの、これなんて言うんだ、大中、出身、台湾のあれですね。好奇心旺盛で目新しいことが大好きな女子学生、入学してからいろんなサークルやイベントに積極的に参加し、キャンプメンバーにも自ら応募した。幽霊の存在を全く信じておらず、一度も神仏を拝んだことがない。また民間信仰やタブーなども全然気にしない。テイ・リンオンは新しい経験を持っているメキ橋キャンプに胸を膨らませていると。好奇心旺盛で、そういう超常現那象家に伙也全太く慢興了味ないです吧！ね。去个厕所去那么久，算了，不管他，我自己先去。李天明が4階のトイレでうんこしてる後に襲われて、おそらく殺されちゃったんでしょうね。その間、テイ・リオンは、リオンは地下室の探索だって。気が強いね、これ。うわ、この地下室やべえよな、これ。絶対やばいよね。おかしいと思わんの？この状態で。この状態で。何も不思議に思わんのかね。お札すごいもんだって。搞什么啊？这什么锁？搞得跟艺术品一样。以前锁不是长这样吧？笔记上说的钥匙，该不会就是这个？有够麻烦。去，面我倒くさ。记得宿舍二楼还有什么房间？この状態み、寮の状態見て、これが普通だと思うのもまた不思議なもんだよね。どう考えたって廃墟じゃん、もうこれ。女子寮じゃないのか？あ、男子寮が開いた。はい、じゃあやっていきましょう。よくわかんない、鍵を開けるためにもう廃墟じゃん、これ、マジで。第58回企画書。詳細なイベントの流れが記載された企画書で、当初からある伝統の段数数えのチャレンジも含まれているようだ。しかし、当回のイベントの中止後に、この企画書はまるで蒸発したかのようなにどこかへ消えてしまった。段数数えってことは前にもやったってこと？イベントを。2012年キャンプメンバー、石子春。石子ってか、石頭とは違うの？あと翔先輩ですね。前にやってるんだ。でだ？交換日記2010年。人生の重大な選択に直面し、友情と自身の将来の両方で悩む時期。ほう。もしの結果が出たわ。この分だと北大の特殊教育学科に受かりそうよ。そっちの方はどう？センター試験の準備は順調？それとも諦めて指定校試験にするの？それともそれも諦めて夏休みが始まった？かっこ笑い。石頭。金髪の子ですよね。私の成績は平凡かな。多分北大には行けないわ。ごめんね、一緒の大学に行こうと約束したのに。理科の成績が全然伸びないの。センター試験がダメだったら指定校試験に挑戦してみるよ。それでもダメだったら第一志望の東古大でいいのかな、いつもよくわかんないけどね、に変更するかも。あそこのマスコミュニケーション学科も悪くないし。超先輩ですね、これね。まずは挑戦してみて。もしダメでも大丈夫。その時は私も東北大に行くから。あそこのキャンパスはすごく景色が綺麗で、空気も澄んでいるわ。それに大学案内を見ていたら、歴史学科にも興味が湧いたわ。PS、家庭教師が必要ならいつでも行ってね。私たちの家は隣同士なんだから、石頭。超先輩と石頭先輩。石頭って読むのかな？ 2人の日記みたいです。じゃあ、幽霊は石頭先輩なのかな？搞什么啊？はあ？なんかこれ、元素記号とかなのかな？钥匙跟被封起来的房间，真的假的？还真的都有。おお、すごい音してる。哦，假鬼假怪。毎回この子、だいぶ暴力的ですね。ん？真的假的？
还真的闹鬼。哦，没的嘛。哎，我警告你这只臭鬼，别以为你这样做我就会怕你哦。当自己是哪根葱？是鬼就可以伤害无辜啊？我们欠你什么了？有本事不会去找害死你的人报仇啊？この子強いね。哼，会怕就好。この子めっちゃ強いね。我看了，你一定是做了什么见不得人的事，这里面藏着什么惊人的秘密？好啊，来玩，我就不相信打不开这个门。めっちゃ強い他のキャラに比べて。216号に貼られた寮からの知らせ。重要なお知らせ。この部屋は浸水の影響で壁に重大な亀裂が生じたため、安全を考慮し、一時使用禁止とし、封鎖します。生徒諸君はくれぐれも近づかないように注意してください。また、どうしても入手しなければならない事情がある場合は、寮長室までご連絡ください。寮長室。どこやろうな。下かな？寮長室って。はいはい、トイレとかは閉鎖されてるもんね。じゃあ行きましょうかね。下かな。じゃあ普通に幼鳥室、こういうとことかかな。あ、はいはいはい。そしたら何かあるんじゃねえのかな。これか？なんだこれ？パスワードボード。なんかこれ当てはめればいいのかな？パスワードボードによってメッセージを2回コンパイルできるため。え？ぷよぷよ？他人には内容を簡単に解読することがなくなる。また使い方によっては謎解きのゲームのツールにもなる。試しにパスワードを解いてみよう。思いがけない情報が見つかるかもしれない。どういうことだ？まあ、あのアイテムを使えばわかるのかな？紛失物登録帳。傘、財布、下着など、このノートには想像がつくものから思いもよらないものまでいろんなものが登場する。中には郊外の物品も混ざっており、あれこれと妄想をかけてる。ああ、まあ、紛失物ですね。これなんかノート PC か？故障したノート PC。これ、だからなんだ？だからなんだ？とりあえず、今手に入れた、この、パスワードを使って単純にあそこを突破するのではないかと。真剣ゼミで見たやつですねこれ。どれ？た DS 全これリバースしてみるか。ターンリバース、リバースターン、リバース、あわ全部が合わないとおかしいんだよね。ってことは、ターン A ターン、ターン A ターン、ターン A。なんか浮かび上がるね。C とか D とか。この間が、窓ですね。窓の部分の上に A とか B とか書いてあるのね。で、それをこう、回すと、まず A の部分に ZN で30ってあるじゃないですか。まずこれですよね。で、次、B ですね。B の、どうだっけな。こうか。B が、はい。多分これ上に向かなきゃいけないのかな。B のところで ES で99ってあります。だから、B は99。で、次 C ですね。C はこれ41ですね。NB の41。で、D ですね。次。D は、AU の79ですね。だから、30994179かな。ちょっとわかんないですけど。まあでもこれ、決まりがあるので、あと30あるね。3099。99ないな。あったな。いや、あるか。次、41。で、79。もう決まりなんでしょうね、これね。OK です。思った通りだ。というか、まあ、それしかないよね。我看你还可以嚣张多久。強いな、本当に。開けろ、警察だ。
やっぱり抱き合ってる写真、超先輩ですねこれね。誰かと一緒に撮ったであろう写真、しかし写真は真ん中で半分にちぎられている。偶然破れたのか、それとも誰かがこう、もしかしてこれいわゆる石頭先輩もこの あのイケメンと、要是他想保护的就是这个吧，难怪一直阻止我进来。大天说的没错，我太 TK 了，要想办法赶快超度他，不然我们都会没命。なんか手に入れたね。あ、これはキーアイテムなんか出てこないのか。徳善がもしかしたらこの超先輩の親友である石頭って読むのか知らんけど、彼女と関係、三角関係だったのかな、ここも。で、今回もまた三角関係がなんじゃないのかな。そうじゃないこれ。歴代のキャンプ幹事メンバーは記念として集合写真を撮り、学生会室に保存するという通例があるというかな。しかしこの回の集合写真だけはどこを探しても見つからない。さらにその写真はメンバーはすでにこの世にはいないといった噂も多かったと耳にすると。写真の上には2012年幹事集合写真、祝メキバシ肝出し成功したのか。本当に新桥学姐、難道2012真的出故事？声が叫び声に聞こえるね。おっと、は呪いの呪符。校内の木を安定させ、容器を沈める効果ある。やめこにこれを剥がすと予期せぬ災いが降りかかる恐れがある。2012年同日、ある女子生徒が橋の上で肝出しのリハーサルを行った。その時何気なしに呪符を剥がしてしまった。悪の発端はここから始まった。なるほど、前に2012年メンバーはやったんだね、メッキ橋で肝試しを。没事吧？うん、学長、你会这样问是不是也遇到鬼了？襲われてる。该死的女鬼。学长你放心，我跟大天已经找到对付女鬼的方法了。真的吗？可靠吗？不知道，一本书上面写的，说是什么超度大全。本来我也不相信，可是真的被我们找到什么七星剑跟钥匙。好，那你要多小心新桥学姐。哦，学长，你也觉得学姐怪怪的哦？算是吧。你看，想到当初是谁提议数阶梯的，就觉得超级毛。我猜学姐可能早就被女鬼附身了。那接下来你打算怎么做？要先把大家都找回来，我担心他们会有危险。然后等大天回来，我们两个再一起去把女鬼超度掉。戻らないんじゃないか。好，那找人就交给我，你们就专心超度。好。不过学长，我可以先拜托你一件事吗？大天他去厕所去超久，都还没有回来。虽然要我去男厕是没差啦，既然学长来了，还是你去比较好吧。也好。谢啦。いやどうなんだろうね。やっぱその2012年のキャンプメンバーにこの徳善もいたんじゃないかな。で石頭先輩と超先輩との三角関係があって似たようなことが起きた。その時に石頭先輩が犠牲になったのかな。今回とケースが似てるのかもしれない。はい、じゃあ先輩を連れて前回天明が。对了学长，你过来的时候没遇到其他人吗？没有。好吧，我还想说文耀学长会不会去找你？他不会来了。なんで知ってんの？橋で死んでんの？なんで知ってんだ？新桥学姐那边，你想好要怎么办了吗？
要是把女鬼超度掉，学姐就可以恢复正常，当然是最好。万一不行呢？这种事问我，我也不会知道。如果要杀了学姐才能救大家，那你会怎么做？嗯，学妹。嗯。抱歉，我说了些奇怪的话，我觉得我快被逼疯了，我怕我会变成神经病一样。我不知道，我……好，学长，你不要担心啦，直接从源头干掉女鬼不就好了？超度就是这个意思吧？电视都是这么演的。要是干不掉，大家一起死，总比谁自己一个人活着好啊。この子強いな、本当に。应该没有那种想要自己一个人活着的人吧？这样太没义气了。要是真的有那种人，我一定狠狠踹他几下，好好教育他怎么做人。你太傻了。めっちゃ強いわ。超先輩だ。我去挡他，你去找大天，注意安全。結局一人で行くのか。好吧，反正我也不是第一次进男厕了，进就进了。あ、ここじゃなかった。あれどっちだっけ、男子寮、女子寮のトイレ入ったんだっけ、あいつ女子寮のトイレに入ってうんこしたんだよ。李天明。いやー、そういえば、そういえば装神弄鬼什么。いやー、あそこでもしかして死んでんの、最後覗き込んでたけど。うわ、うん、我一定要拿七星剑劈死那女的！大天，等我！剑だけ。干什么东西啊！只会耍剑招，有种就自己来！普通に怖い演出だよね。あん中には入れないだろだって。やっぱ敵側になっちゃったか。いやでもまだこの剣ダメだろ、完成してないもんね。逃げなきゃ。嘘、なんだと。即死攻撃多いよなマジで。即死攻撃多い。え、どうすればいいんだこれは。逃げる、戻る。あ、でも道が変わった。うっそ、なんでよ、こっちから来るの。どういうことだ、そんなの買わせなくないか。まず逃げる、こっち戻る、右に行く、で死に覚えるしかない。それはだから無理だって。それは無理だって。もうほぼ猶予なしだもん、ほぼ猶予なしだもんね。でこれやって逆に戻って、こっち走って、でここも来るから戻る。反転するタイミング、判定するタイミング、よし、素早い振り向きでやり遂げる。扉のたびに後ろから来てるか、来てるか、前から来るか、後ろか、どっちだ、来ないんかい。学長、你还好吗？滚开！あれ、先輩も。心桥，女鬼在他身上，不对，他想要杀我，他想杀我，大天也被他弄死了。大天，对，该死的。他来了，他来了，快走，快走，快走！
もう残ってるのはテイとモーしかいないのかな。怎么办？回头。モー先輩はどこに？可是这东西怎么藏？どうやって隠す？確かにすごい。これさ、趁他还没注意到，要快点。出てきそうだ。绝对不能交给现在的德军学长。出てきそう、出てきそう、出てきそう。隠す、あ、これか。ガジュマルを持っていればいいのか。ガジュマル今使っちゃった、今一個。まあいいや、隠すって言った？隠す？適した場所を。好了。早くね。すぐ適しちゃったよ。学姐没有接，希望还有人可以找到我藏起来的钥匙。え、そんな簡単に隠しちゃってよかった？もっと他にあったんじゃない隠せる場所。あ、でもいいのか。ああ、なんかこれ逃げ回らなきゃいけない感じですね。ちょっと覚えておくか。ライト長い。あべ、ガチマス使っちゃった。あ、でもすごい。あ、これもしかしたら呪われるの？毛に触れると呪われるのかもしかして。これやっちゃったかもしれん。もういいや。学長、我有事想问你。もうダメだ。你的伤不痛了吗？嗯。要演就演到底嘛。怎么关去打？うわ、投げ捨てられた。マジか。電話が。え、これじゃもう残ってんの？もう先輩しかいないんだけど。全員殺されちゃった。屋上来るな。あモス、林安、怎么突然打给我？もうやばいんじゃないか。这铃声是林恩的吧？他怎么没接电话？もしかして屋上から降りた、落ちた後に電話なさいよね。今ね、近い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 。やばいんじゃないか。でもあいつちょっと変異してたよね。やっぱそうですよね。ああ、やべえ、七星剣刺さってるな。でも柄の部分、柄が、柄の部分が超先輩持ってるね。怎么会？林安、抱歉。我不是故意要破坏的。这是。你是在保护这东西吗？これをポケットの中にいたから刺さっちゃったのか。为什么？你跟大天发生了什么？いや、明確に死んだな、この子、普通に。でも死体が動き出す可能性もあるんだよね。学妹，我们最后也会像你一样吗？あそこから落ち、え、あ、でも死ぬか。素の携帯こだわりで余計なアクセサリー一切つけてない。あ、そういうタイプの方ね。わかる。あんまり私もカスタマイズしない方なので。屋上に。
あそこ決戦の地なのか、もしかして。でもほら、宝剣のその柄の部分はさ、レイが持ってて、阿全才叫我不要去顶楼，然后林恩就その後超先輩に取られちゃってるから手に入んないんじゃないかな。ていうか地下も行けてないんだけど、地下も行けてないのにこれ大丈夫なのか、このまま。还有刚刚的，那是另一半的剑。もしかしてこのまま行ったらバッドエンドとかそういうのあんのかな。やるだけやってみようか。也不在这吗？鍵を回収しようか。さっき隠したテイが隠した鍵、これ回収しとこう。女？这是为什么会塞在这里？あ、これで地下が探索できるようになるのか。よし。もう残ってないから、マジでこれが最後。到底怎么回事？阿全没事吧？还有文耀跟天明他们也联络不上。本当何も知らないんだね、分かってないんだね、何があったか。よし、地下入れんのか、この片方だけっぽかったけど。あ、割れてんのね。はいはいはい。真的可以装？男女なんだこれ。知道第一块是谁装的？文耀吗？还是……不管怎么样，そうだよね。只有我活下来。ハマってなかったよね。阿全，希望这个人是你，不然我……誰かがこれを片方はめたな。あれ、待ってこれ、あ、ん？開かない？開かないか。やべやべ。いや、腹すげえな。今んとこ一切勝てる気がしないんだけど。寮から逃げる、出ちゃっていいのかな。よし、すっごいお腹だったね今ね、ガキみたいになって。还有两个小时多，要快一点了。阿全，あれ？你怎么在这里？你觉得呢？你刚刚突然莫名其妙跑掉，我一路追着你跑，你现在就只问我，我怎么在这里？抱歉，我刚刚。看到林恩死了。季德全，你是谁？我还能是谁？你听到人死了，一点感觉都没有吗？还是我们认识的人？你可以冷静下来吗？现在真的出事了，你叫我怎么冷静？你怎么能冷静？难道你希望我和赵新桥一样吗？死的人就不能复活了？我们该关心还活着的人。就算只有一个人可以活都好，你可以明白我的意思吗？好吧，你说的对。啊，我刚看到一个身形跟文耀很像的人走进去了，会不会是文耀？还好他没事，我们快去找他。どうなってんだ？阿全，不管发生什么事，你都会保护我吧？なんで？徳善は生きてるの？生きてるっていうか、クソ、剣がなくなった。なんだこれ。やりとりしてますね。クソ、
メッセージ削除来週私の交際記念日よ。怖い、なんか怖い、このやりとりが、なんで生きてるんだろう。さ、どういうことなのかな。あれ、どっち行くっつった。美容教室へ。どこ、邪魔だな。ロケ、美容教室ってどこだ。美術、美容教室、デザイン、どこだ。美容か。うわ对了，阿全，刚刚在宿舍地下室，是谁？離れる。出れませんね。出れませんね、これは。どうやら閉じ込められちゃったみたいですね。全員こっち向きそう。うわ。マネキンの頭いっぱいだわ。果然被锁了。閉じ込められたか。ロックじゃん。要是我来找，你先躲起来，不要问。啊，好。ハント、ハント。これ何？ハント。ハント、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 ハント。痛い。見つかったらアウトってことね。記憶死ぬな今日は。基本的に見つかっちゃダメなんだな。要是我来找，你先躲起来，不要问。啊，好。ああ、よし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 。とりあえず、とりあえず机の下に入った。どこにあるかな？どこにあるかな？こっち側に渡ってみようか。あ、なんか書いてあるな。鍵。一番奥の棚の裏かな、あれ。あの裏ってでも角が動かないと無理だよな。はいはいはい、こっちですね。あの裏、この裏、この裏。静かにいて、オッケー、鍵ゲット。あとは戻るだけ、戻るだけだけど、邪魔な椅子があるな。邪魔な椅子があって半島、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 半島。あの奥まで行かなきゃダメだね。ちょっとやり過ごしましょうか。癖になるよね、この声。向こう行ったら、この、あの奥行かなきゃですね。ずっとしゃがんだまま向こうに行くのがいいかな。下手に立ち上がると、早いけど見つかりやすいわ。あ、こっち帰ってきた。めんどくせえ。めっちゃ近いぞ。これ右行ったら、ああ、振り返ったな。よし、
こっち行こう。これがいい。そっち向いてんだ。お尻向けてる。怖いよね。オッケー、じゃあ鍵を使います。快走。那女人发现了，她是真的想杀了我们。我们要逃去哪？マネキンから逃げる。どこに逃げりゃいいの？下？正面にもいるな。三女，你先走，我来拖住他们。好。いや、数が多い。ああ。孟薄如，我真的很想保护你。大丈夫？追いつくってどこ橋か橋か。我能改变什么？結局何ができるんだ？引きずった跡があるか。橋まで行くのか。赵新桥。いや、引っ張られてる。あ、全。消えたな。結局何がしたいんだ？二人の中を裂きたいのか、これ。嫉妬とかそういったものなのかな、やっぱり。一人のイケメンにこの二人の女の子がこう三角関係になってしまって、引っ張って引っ張ってる。你终于愿意回头了吗？放下三女。超先輩もなんかもう嫉妬の鬼になっちゃってるんだよね。ああ、過去にも同じことがあったのかもしれないね。他に巻き込まれた子がかわいそう。お、後ろから声聞けた今。やっぱりじゃあ最終的にはメキ橋に行くんですね。こっちだっけ。舞台になる橋全然出てこないのね。でも確かにここですよね。首絞められてる。你又要杀人吗？是女鬼，不是我，不是我！你冲着我来啊！你以为你这样说，我就会放过他？三女，助ける！あ、助けたよ今俺。助けるボタン押したのに。だから何をすればいいんだ。都不知道是第几次了，为什么还会犹豫？何度目？毎回こんなことしてんの？どういうことだ？なんて呼ぶんだこれ。自爆霊だ。生前最後の声が。自爆霊。赵新桥，我被怪你吗？你用女鬼附身当借口报复我，还扯上无辜的三女。你说你要疯了，你说你不要同情，你以为你没得选择，我也是。但真的是这样吗？なんか復讐のためだったのか。ちょっと複雑になんかこう、いやちょ笑ってんな。どうした？现在说这些又有什么用？反正也没有人能理解我的痛苦，我只能继续照计划走。不然，計画があるっぽかったもんね。不管是你还是我，谁都逃不了，只能在这里一直挣扎。計画は何なんだ？快到了，赵新桥，让我们结束这一切吧。ここは帰ってきたのか。はいはいはい、寮に帰ってきたんだね。
赵新桥，你杀不了我。那你干嘛逃？物理的に襲ってきたな。为什么？就像你说的，我不是杀不了你吗？我不是那个意思。你少来了，我早就清楚你是个什么样的人了。你今天就算真的杀了我，也不会愧疚，对吧？你不要这样说你自己。你知道杀害身边最重要的人是什么样的感觉吗？来，杀我！我早就想死了。砸我！砸！殴らない。你搞错了，我本来也不是什么冷血的人。我没有。これ選択肢があったからやっぱちょっと分岐するのかね。我不是死了吗？为什么？なんか実績解除しちゃったな。なんかバッドエンドくせえ。これ2012年ですね。当時の。何があったの？要我做什么都可以，要我杀人也可以，我什么都愿意，救救你！到底第几次了？为什么这么残忍？为什么要让我一直经历这些？赵新桥。小周石头，帮我！我又要被他控制了。阿全，阿全，刺されてる。滚开！七星剑。首に刺されてる。そんな殺し方しなくても。あ、そうだよね。N部持ってるもんね。赵新桥，这一次我们真的不能再失败了。现在已经是2020年2月29日半夜，等天真的亮了，你知道会发生什么事？要是这样一直被陈星会阻挡下去，到时候我们都会完蛋。我不知道你在说什么，你说可以救石头，我才救你的，你是不是在骗我？这诅咒世界，你比我更清楚。世界。啊？何？シンプルな東北大学内の手書きの地図。呪いを解くために必要な2つのキーアイテムの置き場所が赤線で、囲まれている。裏面に小さな文字で何か書いてある。必ず両方とも必要。呪いを解く場所は寮の地下室。はあ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 。靠我一个人、挡不了他。为什么是我？赶快去，刚刚那样拖不了多久时间，他很快就会回来。どういうことなの？まあ指示に従って。こっちでいいの？さっき首絞められたのになんで宝剣刺さってたんだろうね。なんかあみんなむごたらしい死に方するな。操られてた超先輩は賞金に戻って。ね、徳善もそうだよね。操られなかったやつらが普通に殺されてるのなんかちょっとかわいそう。